皆さん、明けましておめでとう。2023年はもう終わって、2024年が始まりました。あるものには良いが、あるものにはあまり良くない。日本のニュースを見ている人なら、東海岸を襲った震災をきっと目にしたことでしょう。私はそこに人や家族の支援を示したいと思います。このビデオの始めは少し寂しいね。ごめんなさい。でもこの言葉を言いたかったんです。Of the Wild でガーディアンに追われるリンクのファンアートを描きます。このイラストは私が取り込んでいるシリーズの一部です。今ずつはアドベンチャーとかリンクの思い出のイラストです。特にこのゲームをしたい時の思い出です。イラストの彩色を撮影しデザインなどについてお話しします。日本語の練習のためにもう少し話すビデオを作ろうとしているんです。とちょっと面白くなるようにそうお願っています。
今日ビデオを私の撮影し方を説明したいんです。フランスではカメラを使ってマイクやオーダーシティで自分の声を録音しました。日本ではカメラを持っていなかったので電話番号しか使いませんでした。電話番号が好きだしソニーのエクスペリアなのに新しくなりません。でもよく働いています。問題は早く暖かくなりますよ。特にビデオの撮影するときに。だから電話番号が暑くなりすぎて動画が切れることもあります。すぐにはわからないことが多いんです。だから私のスピーダーとの一部が欠けているんです。本当にごめんなさい。今のところ他にもできません。声を録音することを電話番号を使って、そしてパソコンにファイルを送ります。オーダーシティで声のファイルを操作します。そしてヒットフィルムエクスプレスでビデオを作ります。サブタイトルはフォトショップで作ります。最初はビデオに加えます。字幕を作るの時間が結構かかる。でもあまり定期的に投稿していないので大丈夫です。フランスに戻る後、フランス語でビデオの日本語の字幕を加えのそれを続けるといいんですが、私は A で生計を立てられないならフランス語を勉強したい日本人の手助けをするとか翻訳の仕事とかよく考えています。今もう33なのに人生で何をしたいのは最近だけ分かりましたよ。でも自分の選択に後悔はしていないし、諦めたこともないし、常に自分にとって正しいと思うことをやってきました。
最後に、もうすぐ100個読者になる私のチャンネルを登録してくれてありがとうございます。あなたが誰なのか名前も知らないし、なぜ私をフォローしてくれているのかも知らない。でもね、サポートしてくれてありがとう。2024年のビデオが好きといいですね。インスタグラムをやれば遠慮なくインスタグラムをフォローしてくださいね。あそこでよく絵を投稿します。じゃあもう一回良いお年を。それで健康法、自分自身と愛する人を大切にすることに。ビズ。